膜性増殖性子宮体腎炎は原発性の慢性子宮体腎炎の一つ。小児から若年者に多く30歳以前の症例が大半である。子宮体の全体にわたって子宮体内メサンリウム細胞、気質の増殖像を呈し、毛細血管内皮下及び規定膜内に免疫複合体が沈着することによる形底壁の飛行。 死体膜の二重化構造を特徴とする。また10から20%で半月体の形成が認められる。子球体形体における免疫複合体の沈着様式に応じて I3 型に病形分類されており、このうち I 型が最多である。2型は風神疾患分類でデンスデポジットディジーズとして別項目扱いとなり、また3型は I 型のアケーとされている。 本性においては、3分の2の例で、ネフローゼ症候群を発症するとされており、その場合、不腫や体重増加などを認める。タンパク尿は、非選択性であり、また、顕微鏡的血尿が、ほとんどの例で認められる。低保体血症も、相方では、約50%。 数型の60から70%で認められる。確定診断は人生検によって行われるが、自己免疫疾患や感染症、血栓性微小血管症も二次的に本症様の糸球体障害を来すことがある。副人皮質ステロイド療法を基本として、免疫抑制薬や高血小板、高病庫療法を組み合わせた治療が行われる。半数以上がにり、 小児期発症例に対しては、臨床的には、かなり良好な成績を示すという報告が多い。ただし、組織所見の改善は十分でなく、また特に一部ステロイド抵抗性を示すものは、末期腎不全に進行し、予後不良である。成人例では、約半数が腎不全に至る。二次的に生じた場合は、原疾患の治療が優先され、 C 型肝炎合併例ではインターフェロンでは効果があるとする報告があるほか、リバビリンの効果も期待されているが、まだ十分な成績が得られていない。ありがとうございます。